それからいろんな思いがあって、まあ、日本でなかなか公開できなくて、いろんなことがありましてね、それ、まあ、あの来年ようやく公開するんですけども、まあ、そのいろんなその3年間の間のことだとかをね、ちょっと思い出ながら、まあ、見てたもんですから、ちょっとな懐かしさとともに反省点とか、まあ、いろいろありましてですね、ちょっと恥ずかしいなという感じでは少し言っております。やっぱり自分の作品をちょっと時間を置いて見直すとか、さっき反省点とおっしゃいましたけど、あの一応あの、まあ、作った人間が反省とかって言っちゃいけないんですけどもまあ、正直言っていろいろとその中国サイドとの、まあ、この企画はもともと中国 の、 あのこれヨネコって書かれてて、ね、ヨネコなんか書くしかと思っちゃいましたよね。ヨネコさん、まあ、あのミシェルさんっていう、はい、あのミズーっていう中国名ミズーって言うんですけど、通称はミシェルって言われてるミシェルさんが、まあ、制作した映画で、まあ、ミシェルさんが脚本も書いてるところもありまして、それで、まあ、僕のところに、これはあの日本で半分は日本の舞台なので日本での監督で撮りたいという、まあ、意向のもとに、いろんな紆余曲折があって、あの、まあ、僕が監督することになったっていうのが最初の経緯なんですけれども、ミシェルさんは女性の方ですか？ミシェルさんは女性です、はい。まあ、ミシェルというよりですけど女性で、まあね、そこから始まって、はい、まあともかく現場に至るまでも結構大変だったんですけどもあのなんかまあ想像がねつきますよね。そのまあ日本の夕張と上海でやって、まあ、上海で生きていく女性の生き方をね、まあ、一つあの、まあ、テーマにこうやろうということで、まあ、これ日本人の男の感覚からいくとですね、あの一人の男性のことをずっと一人の女性がこう亡くなってもあの心の中にいるっていうのは正直言って僕はどうもよくわからないっていうのがありましてあのそれはあの、いやそれはそこまでこうあれなのかと、まあ、池内君側の気持ちに立ってですね、いやあの、まあ、亡くなった男のことはいいんだけどもこれからの未来があるんじゃないかっていうことをもう散々日本 の、 あの側のスタッフとして言ってたんですけども、まあ、あのヨネコさんの方はですね、まあ、それはあの中国の女性の方は絶対こういうふうにこう一人の人を思い続けるんだということを、これはこの映画をやりたいんだということを言っておりまして、あの僕はあの最後にあのチョコレートをこう夕張でこうあのこう2人のチョコレートをこう、ね、あれするところいらないんじゃないですかって言ったんですけど先に言われちゃいましたけど、ちょっとねびっくりしましたね、そこは。いや、いらないんじゃないかと。ただそこはあの、まあ、ヨネコさんの方が、いや、あそここそはあの絶対撮ってほしいっていうか、あそここそはですね、まあ、私たちの気持ちである、上海の女性っていうのは、まあ、あのこういうふうに人のね、あのことをずっと思いながら、ということを、まあ、女性映画として、あのまあ、社会の性格ということではなくて一つの女性映画として これをこうあの描きたいっていう、まあ、そこは分かってほしいということでですね、まあ、こういうこと言ってると僕は監督なのかって思ったんですけど、まあ、分かりましたということで、まあ、描いたっていうですね、まあ、スタッフと一緒になってですね、まあ、僕もう日本人側のスタッフはみんなこうどっちかというと、まあ、男性が中心だったんで、どう分かりますかねとかって言いながらこう美術の方とですねいろいろとこう議論を交わしながら作っていったっていうのはすごく正直な、まあ、経過の中でいうとそういうことが あったんですけどね、はい。